読み続けるとこんな感じの文章が書いてあった。日本が綺麗っていうのは幻想、騙されてはいけない。韓国人女性による日本の清潔さにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、ひなもとまこです。今回は、日本は不潔な国、世界は騙されている。日本に嫉妬した韓国人女性が SNS で日本の現状を発信した結果の話題です。海外、笑われるよ。日本がとても清潔であり、街にゴミが落ちていないことに驚く外国人さんはかなり多いそうです。道路が綺麗なだけでなく、整備されていて歩きやすいこと、公共トイレも清潔で、しかも無料で使えることに驚く人も少なくないようです。また外国人さんの多くは、日本の街はゴミ箱が少ないのにゴミが落ちていないのはどうしてなのか不思議に感じるそうです。この理由としては、自分で出したゴミを自分の責任だと考える日本人が多いことや、学校教育の一環として生徒が学校の掃除をすることなどが挙げられます。学校の掃除を生徒が行うことは世界的に見ても大変珍しいシステムで、そのせいかネガティブな意見も少なくありません。しかし、日本のやり方を見習えば、自分の国も日本と同じように清潔さを保てるかもしれないと考える外国人さんもいるようです。さて、今回ご紹介するのは韓国人女性によるエピソードです。彼女は韓国人ではなく、日本人ばかり褒められることに対して疑問を感じていたそうです。ある時、中国で投稿された記事に共感した彼女は SNS である情報を発信したそうですが、世界から届いたコメントを見てショックを受けたと語っていました。一体どんな情報を発信したのでしょうか。早速ご紹介していきます。私の母国である韓国はインターネット先進国よ。韓国でブロードバンドサービスが始まったのが確か1998年、そのわずか4年後の2002年には加入者が1000万人以上になったの。この普及率はすごいと思うわ。だって加入率が7割以上よ。その理由について詳しくは知らないけど、オンラインゲームに夢中になる人が多かったからってことは聞いたことがある。あまりの過熱ぶりに一時は社会問題化したらしいわ。そういう私もネットがなければ生きていけないタイプの人間ね。たまたまネットの普及率について調べていたら、韓国の普及率は日本の普及率を上回っていることを知ったの。韓国は e スポーツの先進国でもあるし、この点に関しても日本より優れているわ。それなのに、どうして日本人ばかり褒められるのかしら。納得いかないのよね。韓国にだっていいところはたくさんあるし、日本よりも優れていることだってある。日本人は綺麗好きとか、日本人は礼儀正しくて素晴らしいとか、どうしてみんなが日本人を褒めるのか理由がわからないのよ。みんなっていうのは身近にいる友達ってわけじゃないわ。ネット掲示板や SNS のコメントを見てそう思ったの。例えば韓国の話題をネットで検索するでしょ。そうすると必ず日本と比べる内容の記事やコメントが見つかるの。しかもたくさん。韓国はダメだとか、韓国人は日本人を見習うべきとか、嬉しくないものばかり見つかる。私は日本人に嫉妬していたのよ。それからもいろいろなことをネットで調べるうちに、もしかしたら韓国と日本とでは根本的な部分が大きく違っているのかもしれないって考えるようになった。どうしてそう考えるようになったか？今日はその話をしようと思う。ある時、中国人による日本の優れていることについての記事を見つけた。この人は日本旅行をしたらしい。そして日本の医療や文化、教育や科学技術が世界でもトップレベルであることや、救急車が無料でしかもすぐに到着することなんかを優れていることとして挙げていた。さらにこの中国人は日本の街の綺麗さに驚いたらしい。東京の街中には紙くずや果物の皮といったゴミが落ちていないこと、地下鉄の中や商業施設の床にもゴミがないこと。日本の綺麗さに感動したこの中国人はその理由も書いていたわ。日本ではゴミの分別がちゃんと行われている。雨の多い国だから雨が道路をきれいにしている。日本人は環境をきれいに保とうと意識している。
驚いたのはこの中国人の記事に対するコメントだった。日本もそんなに綺麗じゃないっていう内容でね、ものすごく興味があったわ。読み続けるとこんな感じの文章が書いてあった。日本が綺麗っていうのは幻想、騙されてはいけない。日本も場所によってはゴミが溢れている。空き缶やペットボトルが落ちているところだってある。特に観光地は汚い。ゴミやタバコのポイ捨て、公共物への落書き、それに犯罪も多発している。日本でゴミのポイ捨てをしたり壁に落書きしたりするのは外国人観光客、特に中国人と言われている。日本に来るとがっかりする。日本を選ぶくらいなら韓国に行った方がいい。どこの国の人のコメントなのかはわからない。この記事につけられていたコメントも読んだの。それは日本に行ったことがあるがそんな汚い場所は見たことがないとか、日本は移住したいくらい綺麗な国、どの国にも汚いところはあるといったような内容だったわ。私はこの記事とコメントを読んで、もしかしたら日本が綺麗、日本人が綺麗好きっていうのは 100% 正しいことではないのかもしれないって思ったの。それにね、別の記事というか動画を見たの。それは中国のバラエティ番組だったわ。世界各国からのゲストが出演していて、韓国人女性も含まれていた。日本人のゲストいなかったわよ。そのバラエティ番組はいろいろな国の習慣の違いなんかを話し合うっていう内容みたい。トイレの話題になって韓国人女性がこう発言したの。韓国のトイレが一番清潔ってね。それだけじゃないわ。韓国のトイレについているある装置についても発言していた。トイレを使うときは音がするでしょ。あれは気まずいでしょ。そういうときにその音を消すために水が流れる音が出る装置があるのよ。って話していた気がする。そして番組の出演者たちがそれはすごいって言ってね。韓国人女性は得意そうな表情をしていたわ。私はその動画を見たときこれだって思ったの。韓国のトイレの方が日本よりも綺麗。つまり衛生面でも優れているってことよ。水音が出る装置だって素晴らしい発明だわ。地下鉄のトイレにも設置されているし、普及率がすごいのよ。私は嬉しくて一気にテンションが上がって、そのままの気持ちを SNS で発信したの。日本は不潔な国、世界は騙されている。きっと私の発信したメッセージには世界からたくさんのコメントが届くだろう。韓国が日本に勝つ日が来たみたいなコメントが続々と届くはず。そう思っていたのに。確かにたくさんコメントが届いたのは事実よ。だけどその内容はどれも私が思っていたようなものではなかったの。その自信はどこから来るんだ。清潔と言ったら日本でしょう。韓国人は自尊心が強すぎる。韓国なんてゴミだらけじゃないか。動画についたコメント読んでないの？トイレの水の音が出る装置は日本が発明したものよ。ひどいでしょ？一つだけ。韓国のトイレは確かに綺麗かな。中国よりは、中国のは汚い。っていうコメントがあったけど、他はひどい内容ばかりだった。最初はものすごくショックだったけど、しばらくして冷静になって考えてみたの。そして、もしかしたら韓国は日本ほど綺麗ではないのかもしれないって思うようになった。私は再びネットで調べ始めた。今度は韓国についてじゃなくて日本について。すると興味深い記事を見つけたわ。それはイギリス BBC が公開したもの。タイトルは、日本から学ぶ掃除の精神となっていた。ゴミ箱や道路清掃車がほとんどないのに、どうして日本はこんなにも綺麗なのかっていう内容だったわ。こんな感じよ。初めて日本を訪れる人のほとんどが衝撃を受けるのは日本の清潔さだ。そして彼らはゴミ箱もないし道路清掃員もいないのに、どうしてこれほど綺麗な状態を保てるのか疑問に感じる。その答えは日本の住民自身が綺麗さを維持しているから。日本の全国の学校では生徒が掃除を行っている。小学校から高校までの12年間ずっと掃除の時間は生徒たちの毎日のスケジュールの一部になっているのだ。帰宅前に一斉に掃除を始めることが。
生徒たちは学校の掃除をすることで自分たちが使うものや場所を責任持って掃除することの大切さを学ぶ。そして家庭生活では親が子供に部屋を自分できれいにしないことは悪いことだと教えている。子供は学校や家庭で掃除や片付けをして成長し、大人になってもその精神を持ち続ける。学校で生徒が教室を掃除するのは日本人にとっては当たり前のことだが、他の国では面白いこととして取り上げられている。インドでは日本の子供たちがクラスと学校のトイレを自分たちで掃除する驚きの理由というタイトルでニュースで紹介されていた。日本で暮らしているアメリカ人男性は、ある日息子が学校でもらってきた必要なものリストを見て、雑巾と書いてあって冗談だと思ったという。アメリカには生徒が掃除をする文化はないから驚いたのだ。記事では日本の新幹線の清掃作業がネット上で話題になっていることにも触れていたわ。そして日本人のコメントも載せていた。私たちは他人の目に映る自分の評判にとても敏感です。物事をきれいにするのに十分なしつけや教育を受けていない悪い人間と他人に思われたくないのです。と、日本のサッカーサポーターも清潔志向であることが書いてあったわ。ブラジルとロシアで開催されたワールドカップ。日本の代表チームのファンが残ってゴミ拾いをしたこと。あれには世界が驚かされた。選手もまたロッカールームを完璧な状態にしてその地を離れたらしいの。そして日本の音楽フェスティバルでのこと。日本最大の音楽フェスティバルでは、ファンたちはゴミ箱を見つけるまで自分のゴミを持ち歩き、ポイ捨てするようなことはしないそうだ。吸い殻については、喫煙者は自分で携帯用灰皿を持参することが指示されているらしいわ。そして他の人に迷惑をかけそうな場所での喫煙は禁止されているという。記事では日常生活における清掃活動についても説明していた。例えば朝8時頃には会社員や商店のスタッフたちが自分の職場の周りの道路を掃除するという。子供たちは月に一度地域の清掃活動にボランティアとして参加して、学校の近くの道路のゴミを拾っているそうだ。近隣地域では住民による清掃活動が定期的に行われている。ただ、日本人はポイ捨てしないから掃除が必要な場所はあまりないみたい。日本は紙幣もまた綺麗なのだそうだ。日本の ATM では糊付けしたワイシャツのように綺麗な状態の紙幣が出てくるという。それでもお金は人の手によってどうしても汚れていくもの。日本ではお金を直接相手に渡さない工夫がされているみたい。例えばお店やタクシー、ホテルではトレイを使っている。これは相手への配慮なのかもしれない。記事では日本人の清潔さは仏教や神道の教えも関係していると説明していたわ。仏教では日常生活のすべてを修行とみなしている。肉体的にも精神的にも汚れを落とすことは日々の修行において重要な役割を果たしている。そして神道の中心になっているのは清潔さだ。あらゆる汚れを防ぐには何通りもの浄化の儀式を行う必要がある。例えば神社に入るときに手と口を清めるというように。個人が汚れに悩まされると社会全体にまで害を及ぼす可能性があるからだ。自分自身を浄化することは社会に災いをもたらさないための効果的なやり方といえる。そしてその記事では、だからこそ日本はとても綺麗な国なのだと締めくくっていた。中国のメディアも日本人の清潔さについて紹介していたわ。アジアで最も清潔な国である日本のエピソードをいくつか載せていた。お風呂が大好きなこと。例えば災害にあった時でもインタビューするとみんな風呂に入りたいと答える。靴の履き替えを頻繁に行うこと。家に入る時、日本風のお店や旅館に入る時は靴を脱いで上がる。学校でも家から履いてきた靴をそのまま使うのではなく、学校用の靴に履き替えて使用する。トイレではトイレ用の履き物を使う。トイレの清潔さ。日本人はトイレをきれいに使うだけでなく、自分の匂いが残ることすら許さない。他にもこんなものを見つけたわ。借りていた部屋を退去するときは、徹底的に掃除してきれいにする。
借りていた部屋から退去したら清掃業者がきちんと掃除をするはず。だから自分で掃除したって得することは何もない。それでも日本人は自分で掃除しないと気が進まないほど潔癖なのだ。日本人は毎晩お風呂に入る。毎晩お風呂に入るのは日本では当たり前らしい。夏でも冬でも。中国人は汗をかかない時期であればお風呂の必要性を感じないが、日本人は毎日お風呂に入らないと気が済まないほど潔癖なのだ。日本人はブックカバーをつけることを好む。中国では本を読むために存在していて、ブックカバーの必要性を感じない。でも日本人は本を汚さないようにブックカバーをつける。それほどまでに潔癖なのだ。どれも興味深い。それに日本ではどこでも水道水を飲むことができるらしいの。それだけ水道水がきれいで安全ということになるわよね。韓国でも飲めることは飲めると言われているけど、水質がいいとは言えないわ。ミネラルウォーターの方が美味しいし安全。食べ物のことも。日本では生卵を食べても全く問題ないそうだ。スーパーとかで売っている卵はどれも新鮮で、生で食べることができるものばかり。韓国では生卵を食べる習慣がない。でも卵の鮮度はいいとは言えない。たまに変な匂いがすることがあるし、常温で販売しているのが一般的。生で食べようとは思わないけど、それ以前に生で食べられない卵なんじゃないかしら。日本で行ったことがある韓国人の話だと、日本のマヨネーズは韓国のより美味しいらしいの。私はその人の口に合わないだけって思っていたけど、もしかしたら卵の鮮度が関係しているのかもしれない。いろいろなサイトを見ているうちにちょっと不安になった。もしもその内容が全て本当のことだったら、やっぱり日本人は潔癖であって清潔な国民と言えるんじゃない。日本が綺麗な国というのも本当のことなのかも。そんな私を完全にノックアウトしたのは、韓国メディアが報じたある記事だった。それによると、外国人観光客の再訪率は韓国はわずか 38.6%、 それに対して日本はというとなんと 61.6%。 日本へのリピート率の方が圧倒的に高いのよ。しかも日本の場合は年々増加しているのに、韓国は減少傾向にあるという。その理由の一つは治安のことだった。韓国はぼったくりが多く、外国人に対して偏見を持っていることも書いてあったわ。その記事では衛生面のことは書いていなかったけど、結局日本の方が優れているってことよね。衛生面のことが気になって調べてみると出てくる出てくる。韓国のレストランと日本のレストランを比較したもの。屋台の安全性や衛生面を比較したもの。韓国のスーパーで売っている商品に虫が入っているとか、もううんざりよ。SNS であんなことを発信した私って一体、当分立ち直れそうにないわ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本は不潔だと？日本人に笑われるよ。まずは日本に行って確かめることだ。おっと、ちゃんと帰ってこいよ。なぜ日本は綺麗な国なのか？その答えは日本人が綺麗好きだからさ。結局それが答えなんだよ。日本では子供の頃から学校の掃除をして育ち、大人になってからも自宅周辺の掃除をする人がたくさんいる。アメリカ人の場合、それは私の仕事ではない、私には関係ないという考え方をする人が多いんだ。実際アメリカ人は自分の私有地でさえきれいにしない人がたくさんいるんだからね。日本人は幼い頃から責任感について教えられるそうよ。それがアメリカ教育との違いかもね。アメリカ人は車の窓からゴミを投げ捨てて、それで車内がきれいになったとか言っているような人たちだからね。10年以上前に東京に引っ越してきたんだけど、家庭のゴミの処分に関するルールが細かすぎて衝撃を受けたわ。でも時間の経過とともにそのシステムに慣れてきたわね。日本人の掃除の話を聞いて、私は瞬時に2014年のリオでのワールドカップのことを思い出したよ。
日本人が毎試合終了後にスタジアムを掃除しているのを見て、ブラジル人がすごく驚いていたよね。日本はこの地球上で最も清潔で綺麗な国だよ。私はいろいろな国に行ったことがあるけど、これだけは間違いなく自信を持って言える。アメリカ生まれでアメリカに住んでいる者として、日本の多くの人々が掃除について献身的だということがよくわかったわ。同じことがここアメリカでもできればと思うけど、典型的なアメリカ人の大多数は自分のことしか考えていない。悲しいけど同じようにはできないでしょうね。日本に行ったことがなくても憧れるのは、つまりそういうこと。私たちは日本に学ぶべきことがたくさんあるみたいだね。つまり街をきれいにするためのシステムが整っているというより、日本では自然に清掃する教育や文化があるんだろう。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介した韓国人女性は、日本人の清潔さについて考え直したようです。もしかしたら事実を知るために日本に行こうと考えるかもしれません。日本に来て納得していただけたら嬉しいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。